ディッカーホフウィードマンは、かつてドイツのミュンヘンにあった建設会社である。ディビダークの略称で知られ、プレストレストコンクリート橋をはじめとする、コンクリート工事を得意とした。1865年、ビルヘルム・グスタフ・ディッカーホフにより、ドイツのカールスルーへで創業。当初の社名は、ラング &CO で、コンクリート製品の製造を行っていた。百六十六年、 ビルヘルムの息子のオイゲン・リッカーホフが入社。オイゲンとギフのゴットリーブ・ウィドマンは、ラング &CEO の社名を、リッカーホフウィドマンに改め、同社をドイツの大手建設会社に発展させた。1880年代には、建設工学の分野に進出し、ポーランド・ブロツワフの100周年記念ホールなど著名な建築物を受注した。同社は、 コンクリート建設の分野で多くの革新的な技術を導入した。オイゲンは19世紀に圧縮コンクリートであるスタンプコンクリートを開発。ドイツのコンクリート建設の標準となった1920年代後期にはコンクリートによるシェル構造であるザイス・ディビダックシェル構造を開発。1938年にフランクリン協会のエドワード・ロング・ストレスメダルを受賞した。 同社は1960年代にかけて多くのコンクリートシェルの構造物を建設。ドイツにおけるプレストレストコンクリートやカンチレバー工法の確立にも重要な役割を果たした。1907年に本社をビースバーデンに移転。さらに第二次世界大戦後はミュンヘンに移転した。1972年にでシーメンス・バウーニオン。1991年にはで ユニオンバウを買収した。2001年には、で、ワルター・バウの参加に入ったが、ワルター・バウは2005年に破産。ディビダークの事業は分割され、その大部分はオーストリアのストラバッグに買収された。第二次世界大戦中、同社はアウシュビッツ第36キャンプの奴隷を労働者として使用した。その多くは1945年までに、 ブーヘンバルと強制収容所で死亡した。リビダーク工法で建設中のボルムスのニーベルン原橋。1952年、コンクリート橋の仮設方法。片持ち式仮設工法の一種で、ワーゲンと呼ばれる移動仮設車を使い、橋脚、または、橋台から士管中央部に向かって橋体をブロックごとに継ぎ足して張り出し施行する。歩行を必要としない利点があり。 多くの超大コンクリート橋の建設に採用されている。ディビダーク社のフィンスター・ワルターらにより開発され、1950年にバルディンシュタインのラーアンガーの橋で初めて導入された。日本では1959年に神奈川県の嵐山橋に採用されたのが初の事例である。ディビダーク工法は PC 工房を使うことからバーシステムと呼ばれる。 これに対し PC 光線を使うケーブルシステムには FCC 工法などがあり、1955年にフランスのチャゼー教で初めて導入された。橋梁以外の技術で特筆すべきものには、下水汚泥処理で消火ガスを得るプレストレストコンクリート製卵型タンクなどがある。ありがとうございます。